IBF スーパーウェルター級チャンピオンのバフラムムルタザリエフが挑戦者ティム中央3ラウンド1分55秒で下し、同タイトルの防衛に成功するとともに、デビュー以来の連勝を23に伸ばした KO は17。2024年3月30日、中央は WBO 同級タイトル2度目の防衛に失敗した。試合直前に急遽挑戦者が変更になり、身長で23センチ。 リーチで24センチもの差がある相手への対策が不十分だった。第2ラウンド終盤に対戦相手の左肘が中の頭部に当たり、おびただしい出血に見舞わるという不運もあった。中は自身の血で視界が奪われ、1対2の判定で敗れたのだ。今回、中は元 WBA ・ WBC、IBF 統一スーパーライト級チャンピオンのジップ、コンスタンチンから直接指導を受け、 万全を期して IBF タイトルダッシュを目指した。このファイトをプロモートした PBC も、あくまでも中を主役とし、ムルタザリエフを切られ役として扱っていた。初回、両者は距離を取り合い、パンチを交換する。これまでにムルタザリエフは6度、中は4度のファーストラウンド KO をマークしていたが、どちらかがキャンバスに沈むであろうことが伝わってくる打ち合いだった。身長で8センチ。 リーチで9センチのアドバンテージを持つムルタザリエフは、パンチ力でも中央を上回っていた。2ラウンド開始早々に右ストレートでダメージを与えると、同36秒に左フックをクリーンヒットして前 WBO チャンピオンからダウンを奪う。回復できない中央を左フック、右ストレートでさらに二度倒すが、殿動入りを果たした統一スーパーライト級王者の息子は、 ラウンド終了のゴングまでかろうじて持ちこたえた。とはいえ、筆者はこの時点で試合終了を告げていてもよかったと感じざるを得ない。翌3ラウンドの頭にドクターが中の目を確認してファイト続行となったが、またしても左フックを浴びて崩れ落ち、立ち上がった後も右をくらってよろけたところでコーナーからタオルが投入された。合計4度ダウンし、24勝、17KO。 2杯とななったたは壊れたが拭えない試合後勝者は言った最初のビッグショットをヒットした折どれほど重いパンチを入れたかが分かりました中は本物の戦士ですいつかスパーリングをしてお互いの成長を助け合えることを願っています敗者もコメントしたリングに上がるたびに自分の全てを出してきたしかし物事は計画通りに進まず 今夜はより優れた男が勝利した。言い訳はできない。最初の一発が明暗を分けたね。これがボクシングだ。打たれると反応が鈍くなってしまう。IBF タイトルを守った31歳のロシア人ファイターは強かった。ビッグマッチが用意されるか、そして中は回復できるか。